Hi everyone, it's Taka. Welcome to Tokuto Shita Kotetsu Japan Secret Base. 本当であれば、ブルーレイとかが発売した後にやろうと思ってたんですけど、要望が多かったので、今回はこちらをやらせていただこうと思います。仮面ライダー、オーズ、テンスアニバーサリー、ブリスネクスト、復活のコアメダルのネタバレ込みでの感想を話していこうと思います。So today's video topic is How Japanese Tok fan react to 仮面ライダー、オーズ、ブリスネクスト with spoilers. I'll talk about this topic today. まあ、総評としましては、この映画ってもうなんか、いい映画っていうのも難しいし、悪い映画っていうのも正直難しいので、評価とかは特にはないんですよ。未だに僕はいい映画だったのか悪い映画だったのかがわからないので、そこは一旦除外します。で、まず、いい点から。行こうかなと思います。個人的に悪くなかったなと思うのは、やっぱりこう各キャラクターはそこまで性格のブレはなかったかなと思ってて、最後の部分に関しては後々話しますけど、そのメインとして出てたキャラクターたちがほとんど本編と変わらない状態で出てきたっていう点はすごく良かったと思ってます。プラスで言うなら戦闘シーンもすごく良かったなと僕は思ってて、オーズのスーツアクターが今回高岩さんじゃなかったじゃないですか。高岩さんじゃないから、なんかやっぱり予告見た時に、なんかやっぱりちょっとなんだろうね、こう今までのオーズとはすごい違う印象を受けてしまったんですけど、でも逆に言えば今回のオーズってゴーダがエイジに乗り移った状態でのオーズばっかりだったので、逆に言えばスーツアクターが高岩さんじゃなくて良かったのかなとは思ってます。正直言ってしまうと、今思いつくいい点ってこんぐらいなんですよね、僕の中で。まあこっからは個人的に思う不満点をちょっと上げていこうかなと思います。まず一番最初に言いたいのはバース X あれいる？もう全然さ、期待してたほどの活躍まるでしなかったじゃん。いや、なんか満を持して登場したと思ったら、ほとんど戦闘シーンないし、別に誰かを倒すわけじゃないし、もうなんか画面切り替わったらもうやられてるし、正直いらねえだろっていうのがすごく感じてて。まあ、仮面ライダーって結局こう、やっぱりおもちゃを売らなきゃいけない部分があるっていうのはわかるんだけど、正直バース X に関しては、もう CSM のバースドライバーを売るためだけに出てきたようにしか僕はやっぱり、感じなかった。必要性感じなかったのよ。伊達さんと後藤ちゃんのダブルバースを見たいっていうのは確かにあった。だったらもうバースと、もうご都合主義でも何でもいいからバースプロトタイプ出して、テレビ当時のダブルバースで良かったんじゃないかなと思うの。バース X の必要性が正直なかったよね。別に誰のために戦うわけでもなく、誰のために存在してたのかがちょっとよくわからないっていうのが正直ある。個人的な意見だけど、バースは最後の最後までセルメダルで戦うことを貫いてほしかったっていうのが正直ある。で、次に挙げるとしたら、グリードの面々ですね。確実に言えるのは、グリードのアクターさん、あの4人は、もう二度と集まらないと思うんですよ。その最後の機会なのに、活躍がほぼない。出てきた、うわぁ、グリードの4人だと思ったら、急に王に吸収されて終わりっていう。時間が足りないから、もうなんか雑に処理された感じがして、だったら別にもう登場させなくてよかったんじゃないってすら思った。で、まあグリードと関連して言えるのは、やっぱり古代オーズ、テレビ本編中ではほぼほぼその存在についてはあんまり語られなかったじゃないですか。基本的にあれの設定って、まあ小説版の仮面ライダーオーズの方で、あのアンクの過去編みたいなのがあるんですよ。そこの部分で過去のオーズについては多少触れられてはいるんですけど、小説版の仮面ライダーオーズを書いたのが毛利さんだったってのもあるんですけど、毛利さんが作った過去オーズの設定をそのまま今回 V シネックスの方に持ってきてるんですね。だからアンクが側近だったとかそこら辺って、確か小説版にしか出てこない設定だったと思うんですよ。だから小説版読んでるとちょっとそこら辺は理解はできる。まあ読まなくてもまあ別に全然わかるんですけど、ただ結局彼は何がしたかったのかがよくわからないままやられちゃったし、今回僕見る前に思ってたのは、古代オーズの復活した理由が今回のお話の中で大事なものなのかなと思ってたんですけど、別にそれが明かされるわけでもなく、なんか雑に彼も倒されたっていうのがあって、正直思うのは、もう古代オーズを出した理由が、あのディストピア感がある世界観を作るためと、エイジを殺す理由を作るためだけにしかちょっと感じられなくて、古代オーズせっかく持って
ってきたのにいるこいつっていう感じがすごくありましたね。ゴーダとか出さずにシンプルに古代ウォーズが理由で話を進めた方が良かったんじゃないのかなとしか思わない。ただの舞台装置にしかなってなかったと思うんですよね、古代ウォーズ。個人的に結構古代ウォーズのあのビジュアル結構好きだったんですよ。まあこれに関してはグリードにもそうですけど、バーセックスにもそうなんですけど、今回登場したキャラクターたちに必要性がなかっただろっていうのが結構多かったなっていうのは正直思いましたね。で、やっぱこの映画が賛否両論になった理由ってやっぱり最後のシーンだと思ってて、途中までって多分そんなにみんな文句ないんじゃないかなって思ってるんです、個人的には。ただ途中からもしかしたらっていう部分は感じてたと思うんですよ、この流れだとって。でもテレビ本編の方でひなちゃんのお兄さんがアンクが乗り移ったことで生き返ったじゃないですか。それがあったから二つの考えを持ってたと思うんですよ。このままエイジが死ぬっていうエンドと、もしかしたらアンクのおかげでエイジがどうにか復活する方法があるんじゃないかみたいな、そういう考えになったと思うんです。で、僕もどっちなんだろうと思って、僕がいた映画館の話ですけど、泣いてる人がいたりとか、もう叫んじゃうみたいな感じの人もいて、皆さんやっぱりこう複雑な気持ちになったっていうのがすごくあったんですよ。個人的な解釈としては、最後にエイジは自分の命を犠牲にしてアンクを助けたっていう感覚ではないんですよ、僕の中では。前日談の話が TTFC の方であって、それ見たんですけど、エイジ自体は復活させる方法はもうすでに見つけてたんですよ、あの段階で。ただそれをなぜかこう実行しようとしてなかったっていうのがあって、誰かの命を犠牲にしないとアンクを復活することは難しいっていうことが分かってて、だから多分エイジはそれを使わなかったんだと思うんです。あのシーンでもう多分エイジってもうほぼ死直前だったと思うんですよ。死直前だったからこそ、自分の命を一番信頼できるアンクに託す、それがあの時のエイジの手をつなぐっていう考えだったんだなって僕は解釈してます。ただこれは人によると思うので、あくまでこれは僕の自己解釈です。なので別にあのシーンの流れには多分あれで合ってるんだろうな。あの状況になったらエイジって絶対あの行動するじゃないですか。絶対そうだと思うんですよ。で、最後のシーンでそのエイジが助けようとした女の子が助かったっていうのが分かって、彼の中でずっと多分あの昔女の子を助けられなかったっていう過去はずっと引きずってたんだと思うんです。で、あれによってエイジはようやくあの時の過去に決着を自分の中でつけられて、で、インタビューでもエイジ役の渡部修さんが似たようなことを言ってたので、多分エイジとしては満足していけたっていう風にはなっているみたいなんですね。多分ですけど、ほとんどの人はこのエンディングって望んでなかったと思うんですよ。みんなが10年間待ち続けたエンディングって、どんな流れであったとしても、アンクがいてエイジがいて、その間にひなちゃんがいて、3人が手をつないで、ここから先は明るい未来があるんだよっていうのを多分見たかったんだと思うんですよ。だからそことのギャップが強すぎて受け入れられないっていうのがあるので、何でもかんでもハッピーエンドにしろとは言わないですけど、個人的な意見として、エンディングの後ででもいいから何か救いのあるシーンをワンシーン入れてほしかったなって僕は思ってるし、エイジを殺さないという選択肢も僕はあったんじゃないかなと思うんですよ。言ってしまえばアンクがエイジの中に入って、エイジがいつ死ぬかはわからない、これから。でも死ぬまでの間、アンクとエイジで今度は二人でエイジを蘇らせる方法を探すっていうエンディングでも別に良かったんじゃないかなと思うんですよ。もしかしたら死ぬかもしれない、でももしかしたら生き返るかもしれないっていうエンディングで良かったんじゃないかなって個人的には思います。これだったらみんな、納得したような気もするんですよね。まあオーズって結局願いを叶えるためには代償が必要だよっていうことが本編中でも語られて、そこは大事にされてたので、オーズらしいといえばオーズらしいエンディングなのかもしれないけど、でもやっぱり彼らには幸せなエンディングになってほしかったなっていう思いの方が僕は強いですね。頭では理解できるけど心では受け止めきれないっていうのはそこなんですよね。もうオーズという物語を今後作るということはしないっぽいので、これが本当にオーズの最後の物語になるんだろうなとは思うんですけど、僕はハッピーエンドが見たかったですね。皆さんはこの映画見た後
どんな感想を持ちましたか。ぜひ率直な感想を聞かせていただけると嬉しいです。では今日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。